やでも大変だろう、今から考えても大変ですね。優勝は目指すよね、もちろん優勝はするんですよ、これができる、できちゃうんですよ本当に、まあ、できちゃう。解説者だったら何位にする？まあ2位ぐらいからやめなさいってだろ、なことはないですよ。いやいや、去年何位にしたの？1位。優勝にしたの？優勝ですよ。今年もし解説者で残ったとしたら何位にしたの？まあ1位ですね、まあ、巨人ファンなんで、うん、僕らあの血液型 G 型ですから。本当にそうですよ。だからまあ優勝にはしますし、まあ、あとはその WBC でその途中で岡本が抜ける、大勢って抑え、戸郷も抜ける、また大勢も戸郷も本人的にも素晴らしいんですよ。大城はね、まあまあ大丈夫かな、いやアンクルナイサーって書いてくると思うんですよ沖縄の子は。そうか、やっぱ彼はもうどこでも生きていけんですよ。いや、うちのチャンネルではさ、小林をこうリスペクトしてんだよ。あ、小林いいですよ、小林もうちょっと打ったらすぐレギュラーなんだろうなって。そうそう、打てるようになる、まあ、あれね、お金持ちの子供かっていうぐらいその危機感はないですよ、ね、ないよな本当にな怒っちゃうんでしょみたいな。いや、ものすごいエリートだよ、あいつ出てるとか。だからね、あいつね、聞いたらどうも1億円以上もらってるらしいですね。もらってる、あれ大間違いですね。あれ2000万ぐらいしとかないとそうだよ、危機感出ないです。でもお家が金持ってたら関係ないですもんね。広陵、同志社、日生、もう超エリートだよ。そうなんですね、野球の進み方。もう治んないのかな治んない、いやいや治ってないですもんね、今まで。ただそのあれ人が本当は良すぎて、例えば解説者の意見も聞いてバッティングやっちゃうんだと思うんですよ。あ、そう。だあれもホームランバッターを目指すスイングでいいんです、僕は。誰もが岩佐大なんつって、顔なんかも本当にカブトムシぐらいちっちゃいんですよ。カブトムシってどっから顔か分かんないよな。そう、ちっちゃいんですよ岩佐大って何喋ってるかも分かんないんですよ、群馬の子なんですけど。本当顔このぐらいしかないんですよ。で何が言いたいんだ。いや、その子なんかも足が速いんです。あ、足は速いな。そんなちっちゃい子でもどうしてもちっちゃく打てってなるはずなんですよ、スイング見てると。あの子もホームランを打てるタイミングの取り方とかバットの軌道とかって、ホームランバッターが一番理想なことやってるわけじゃないです か、うん、だからそれをやってくれないとダメなんですよ。お前はこのタイプだからこっちこっち行けっていうんじゃね。だそれが巨人軍はどうしても芝刺さんでて走って土井さん送ってみたいなイメージがあるんだと思うんですよ。なんか歴代のうなぎ屋のタレみたいなので言うとね、そういう次立ち方しちゃってて、いやでもホームラン打てなきゃダメ。それもこの間スタッフ会見で言わせてもらったんです。いやだから俺、宮井さんに中央の教わったのは、どんなやつでも遠くに飛ばせないとバッティングダメだってね。でそれがあったから俺は良かったもん。そうでしょうね、うん、そんなね、左で小さい足があるからってあっちまでで流して流してって絶対ダメだから。だからね、だから若松さんが成功したのは、うん、あの人はやっぱ小さくてもホームランを打てたから成功してたと思う。そうですよね、うん、一発あったっすもんね、うん、だからやっぱ理にかなってんだ、遠くへ飛ばせるっていう。そうだから、まあ、名前は言えないけど YouTube 仲間の重信、ああ重信ね、彼も YouTube やって、まあ、遠くはもう全然なんですよ、うん、若松と一緒に車乗ってもね、前が答えちゃダメだよみたいな、まあ、ちょっと教えてるんですけど、トークはトーク教え大変だなお前いろんなこと教えるのに、あれじゃ伸びねえぞなんて。そうだな再生回数増やせないとな。そうそう、あとそのね、トークの合間もちょっとつまんでった方がいいぞと。あ、黙った時間いらない。 あるの、まあ、それはまあ本気なんですけど、まあ、まあその例えばバッティング練習で自分の生きていく道はショートの頭って思ってるから、ショートゴロでアウトになるわけですよ。お前それいらないよっていう、うん、セカンドゴロでも俺は文句言わないよ、うん、バッティングレースちょっと流せない左はもう使い物にならないと思う。まあ言って、あ、引っ張れないか、引っ張んないけど、でも今日ちょっと引っ張ってみて、うん、ホームラン狙ってみてって言ったら、まあ、体使っていいタイミングになってくるわけですよ。たった6分ぐらいの間で。でも翌日何も言わなきゃまあそれアウト要因で、そうだよね。7番重信、8番小林、9番ピッチャーで、はい、チェンジって言われてるよみたいな。今パスだよ。いや本当に。もう1時間50分で終わりますよ試合。あのバッティングされたらみたいなのも正直重信にね、YouTube 仲間だからこの場を借りて言いますけど、あのバッティングはいらないですよね。
うん、あのこれ本当にこういう選手ですみたいな、足を生かしますって全部アウトじゃねえかって、アマチュアの試合です。いや、俺こっちよりもこっちのタイプだね。そう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 、肩開かずにバーンみたいな。そう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 、それがディレクトに引っ張った感じだから引っ張るわけじゃないですか。そう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 、それはめっちゃきっちり練習でもショートゴロ、大会試合でもショートゴロで終わるわけですよ。何の練習してるんですか。CM のブランがグリップの置き方、うん、それで絶対引っ張れるから。どうなんですか。だから教えてたら、いや今度 YouTube 仲間で、いやだから鼻からグリップの抜き方を、あいつねヘッドを使おうとしてるの。多分そうだ、右焼きも入っちゃって、そうそう、ヘッドをこう押そうとしてるからじゃなくて、グリップをここに抜けばヘッドをここに来るじゃん。あ、確かに、ね、そこの位置を覚えると楽になる。確かに、俺ねバッティングも言ってくれ、同じことだと思うんですけど、みんなにこう倒しても手の位置ってこうこの辺にこう腰より高くなるじゃないですか、うん、いきなり左腰の前にいいバッター来るぞと、うん、両手が、うん、まあ、当然高めになればこうなるけど、基本はここに降りてこないとヘッドなんか使えないよっていう持論はあるんです。そういうことでしょ。そうそうそう、そういうこと、ね、それとだからこうグリップでこう追っかけてこうやって押そうとするから、そうじゃないとグリップはもうここって決めとけ、ね、そこでこっちに来たらそこからポンと押せばいいだろう。視点がなくなっちゃう、ね、そうそうそう、手こうじゃないですもんね、押してたらこうだったらね。だから小さいやつにはそう教えると意外といいと思う。だからそれででもそのバッティングしてアウトだったら僕のバッティングじゃないみたいなところをどう直してあげる、直して考え方でも、まあでもあの年って分かんない、いくつぐらいだから分かんないですけど、もう最近物分かりも悪くて、最初ね俺あのそのコーチの話も来る前ですよ、ビッグカメラ行くようになったんですよ、有楽町の地下の洗濯機売り場、仲良くなった主任とかいるんですよ、担当になってくれたのが。そしたらそのでもさ、実はあのうち若林さんも来るんですよ。若林さんってうちの昔ジムで働いてくれたゆかちゃんが来てんだなと思って若林ゆかって、その元日テレのディレクターの奥さんだったんですけど、名前変わって若林に戻ったんで、うちのジムも手伝ってくれてるから、ああゆかちゃん来てんだと思ったら、えこっちまで来てんの、あでもよく来てくれますって言って、まあジャイアンツでもなかなか貴重な、そえジャイアンツに若林いんのみたいな知らなかったスイッチヒッターのあれもいい選手だよね。でも俺が火曜日に担当してると若林出てないんですよ、ほとんど試合に。おお、そう、分かんなかった。若林ってお父さんがタイヤの選手だったの、だから俺なんかこう先輩になるから可愛がってくれたの、若林さん、ペッ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 ツバ吐きながら、見たかったペッ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 ペ家事もね。だから、まあ、その若林戻すと、うん、そのちょっとそれからネットで調べたんですよあ、いるわ、うん、まずいるよな。だこれは若林に失礼だと思って本人に言いました。お前のことはビッグカメラで知ったとそこ正直じゃなくていいだろうそれでとそしたら、お前なんかいい選手みたいじゃんって。え、そうですか、だって言ってたもんビッグカメラの重要なんて。あ、そうなの、いい選手だけど、いや意外と勝負強いし、ね、劇的なホームランも打っていいんですよ、うん、でこの間たまたまたビッグカメラ行ったらご両親に会ったんですよ、うん、若林の父です。あ、会った、つば入ってなかった、入ってなかった、入ってなかった、よかった。あ、ご両親お世話になってしまったよ、うちの息子お世話になってしまった。男前でしょ、意外に。あ、かっこいい人でした、ね、あ、ただその野球選手知らないで挨拶しましたあまりにも紳士的なんで、あ、お熊みたいな感じがないんで、若林の父です。そりゃそうでしょ、預けるんだから。そう、でもまあでもエリートだからね、桐蔭学院。そうっすか、法政大学。ああ、でも法政はね、ちょっと怪しいですよ、今。なんで？あのね